秋野。秋野、秋野、1989年12月31日体は、日本の女性歌手。4人兄弟バイリンガル音楽ユニット、プレス4のメンバー、次女。アメリカ合衆国ユタ州出身。沖縄県育ち。本名は、川光真理愛紀真、川光真理秋希の。 2003年、2005年、2007年、2009年、2011年、2012年、2015年、2017年。2019年、アメリカ合衆国ユタ州出身の沖縄県育ち。身長163センチメートル、血液型は B 型。4人兄弟バイリンガル音楽ユニット、ブレス4のメンバー、次女。ブレス4でのイメージカラーは赤。父親は、 世界平和神前画家の春川光。尊敬している歌手はアメリカ合衆国のシンガーソングライター、クリスティーナ・アニレラ。一番好きなアニメはドラゴンボールで子供の頃に家族全員で見ていた。アクエリオンシリーズのテレビアニメ OVA 劇場版で一部を除くほぼ全てに一貫して楽曲提供をしており、自身が主題歌を担当していない第3期。 アクエリオンドゴスにも挿入歌でサンカルなど、同作品のイメージが色濃いアーティストでもある。2003年より、ブレス4として活動していた秋野が、秋野フロムブレス4として、マクロスシリーズ等で有名な川森正春検作の、テレビアニメ、創世のアクエリオンの OP 主題歌、創世のアエリオンで、ビクターエンタテインメントより14歳で、ソロデビューすることとなった。 音楽プロデュースを担当したカンノは、当初秋野の弟であるアイキの歌声、当時はまだ声変わりしておらず、カンノ曰く、素晴らしいボーイソープラノだったで何かやりたいと思っていた、ため、アイキに歌唱を依頼しようと思っていた。ところが、アイキが声変わりしてしまったため、急遽、バックコーラスを依頼する予定だった。ブレス4に、オーディションに来てもらい、秋野がこの曲を歌うことになったという。 2005年4月4日に創生のアクエリオンの放送が始まり3週間後の4月27日に本曲のシングル CD が発売されたオリコンシングルチャートでは2005年4月28日付のデイリーチャートで19位ウィークリーチャートでは初登場26位となった6月最終週をもって100位圏外となるも集計結果が発表される200位圏内におよそ5ヶ月 近くランクインした。それからおよそ2年後、2007年8月下旬から、滝川花子出演の3曲、CR フィーバー創生のアクエリオンの CM が全国的にオンエア開始され、その CM ソングとして起用された。それにより、アニメが放映されなかった地域にもこの曲の存在が知られ再び注目されることとなった。CM のオンエア開始後、 シングル CD の売り上げが急速に高まり、2007年9月、第1週のオリコンシングルチャートで170位を記録し200位圏内に再浮上。第4週の同チャートでは92位を記録し、トップ100位以内に再ライクインした。さらに、2007年10月第4週の同チャートで22位を記録し、それまでの最高位26位を約2年半ぶりに更新した。 デイリーチャートにおいても、2007年10月12日付のオリコンデイリーチャートで18位、10月14日付で14位にランクインし、過去最高の19位を更新した。オリコン登場回数は54回。シングル CD のセールスのみならず、音楽 DL 配信でもほとんどの配信サイトにおいて、CM ソングに起用後はのきなみ上位にランクインした。特筆すべきことは、 iTunes ズストアにおける音楽 DL ランキングにおいて、これまで1位を保っていた、歌田光の Beautiful World を抜き、2007年10月第1週目に1位を記録したことである。11月第1週目で、ファンキーモンキーベイビースのもう君がいないと、エブリ r リトルシングの恋をしているに抜かれ3位にランクダウンするまで、10月中5週連続で1位を記録していた。 2014年2月度日本レコード、協会リリースにおいて、着歌フルインターネット配信合算での100万、DL 達成が発表された。創生のアクエリオンのヒットに関して秋野は、多くの方が聴いてくれるようになったばかりの頃は、ヒットしている感覚がちょっとわからなかったですね。それから少しして、友達と歩いている時に曲が流れてきたりするようになって、やっと、あ、自分の歌なんだ。

ゴスペルテイストの曲など、様々なジャンルの楽曲を歌いこなしている。聖域が非常に広く、アニメタイアップでは、ゴールデンライフ、ジェッツコースターライドなど、高音のハイトーンボイスを贅沢に使いこなした曲が多い。菅野洋子からは、高い声が好きと言われており、君の神話アクエリオンライン2章の楽曲打ち合わせの際、菅野から、まだいけるこの音は出る と試されていくうちにどんどん気を上げられたという。勘の曰く、日本人に、絶望的に、君は綺麗さ。パラドキシュカルズよりと、言葉の意味を分かった上で歌われるときつくなりすぎる。アクエリオンの詩は、言葉が強いから、哲学的になりすぎたり、重くなりすぎたり、怖くなりすぎたりしちゃう。でも、この人が歌うとそれがきらめくんです。この人の歌う日本語って、 日本人が歌う日本語とは全然違うと思うし、その響きがすごいチャーミングなんです。すごい魅力的だから発音を直さず、これ以上に本語がうまくならないでねとコメとしている。また、同じ区間のから声量やダンスを含めライブ向きの歌詞と評されており、そこが見えない楽曲がレコードに収まらないと絶賛されている一方、こんなにすごい歌い手さんなのに、 本当に緊張しだしいまいち自信がないみたいなんですよね、と対談でコメントされている。レコーディングはたとえ OK が出たとしても自分が納得するまでやり、12時間以上かける場合もある。アニメ関連曲を歌う際には作品の内容やテーマを聞き、そこから歌詞を見つつ自分なりに想像しながら歌う。また、どんな時でも全力。 自分自身が歌を楽しむをモットーとしており、自分で曲を楽しんで歌うと、人にも伝わるという気持ちを大切にしていると、語っている。や、ゴスペル R&B といった、ブラックミュージックの曲を好んでおり、レッド、エスフライや、ドキドキするから等、秋野の、ノンタイアップ曲にはそういった系統の楽曲が、数多く存在する。日本の歌手では、 ソングライターの AI を目標としており、彼女の曲を聴くときに、いつも何かを感じるんです。頑張ってとか、メッセージ性があって、自分が落ち込んだときに AI さんの曲を聴くと本当に頑張ろうという気持ちになりますと、インタビューで答えている。秋野に、楽曲提供をした代表的な音楽家、ブレス4メンバーとの息の合ったダンスパフォーマンスが特徴。 基本的にダンスはメンバーの愛機が振り付けを行うそうだが、創生のアクエリオンのサビの1万年と2000年前から愛してる部分の手話をルーツとしたダンスは、アキノが自身で考えたという。ブレス4により、アキノがソロで担当する際に使用する名義。基本的には、アキノフロムブレス4と変わらず、アキノのソロだが、こちらの名義の場合は、ブレス4のコーラス、ダンスが加わり、 メガボルト等も4人体制となる。ワンマンライブを行う際は、こちらの名義を使用。秋野とブレス4メンバーの愛機によるデュエットの名義。月光シンフォニアの際に使用された。また、愛機がメインのア機キ秋野フロムブレス4の名義もあり、そちらはガツのもう半分で使用された。名義欄の記入がき限り、秋野、秋野フロムブレス4名義。 ブレス4としての活動は、ブレス4ディスコグラフィを参照。いずれもパチンコ稼働、導入支援品。この項目では、秋の、秋のフロムブレス4または、秋のウィズブレス4名義で開催、参加したライブのみを記述。所属グループ、ブレス4名義でのワンマンライブは、ソロデビュー後を含めても、国内外でかなりの数を行っているが、秋ののソロ名義でのワンマンライブは、 現在数回のみとなっている。また、ソロでのワンマンライブ名義はすべて、秋のウィズブレス4名義であり、秋のフロムブレス4名義のワンマンライブは、アルバム発売記念イベントを除いて行われていない。秋の、S ファッションコレクション、秋これアナメイロサマーライブ、スーパーロボット魂、アニソンキング、アナマックスミューザックス、アニウタ北九州、アニメジャパンフェス、アニパ、 スーパープレミアム、ニコニコ超パーティー、金沢、アニメソングフェス、アニソンヒストリージャパン、名古屋アニソンフェス、スポーツオブハート、アニエラフェスタ、2008年、2009年、2010年、2012年、2013年、2015年、2016年、2018年、2019年、2010年、2011年、コディチェ1、創生のアクエリオンシリーズ、 アクエリオンイーバル。2008年2010年。2011年。2012年2014年。2015年。2016年。2017年。2018年。CR 創生のアクエリオン。写真集名義欄の記入がき限り。秋の、秋のフロムブレス4名義。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。